野田学園中学で10月10日、市内農家による出前授業があり、山口市野党徳佐の村本りんご園園主の村本義久さんの指導のもと、2年生38人がりんご飴作りに挑戦しました。今年度から市が始めた事業の一環です。小・中・高校生を対象に生産者との交流や農業体験の機会を提供し、不足する農業従事者を将来の進路選択の一つにしてもらう狙いがあります。調理実習に先駆け、村本さんが就農に至った経緯や経営層農園の取り組みについて講義し、生徒たちに農業への理解を深めてもらいました。この日はリンゴ飴の調理を実演。村本さんは砂糖を透明になるまでに詰め、色付けの食紅を入れてリンゴに一回しだけかけることを伝えました。傾けてもらって、で一番深いところを1回ほどぐるっと回します。で1回垂らしてもらって下に押し付けます。ただ下に皿ができる、飴の皿ができるんですね。で僕リンゴの種類や見分け方も解説しました。飴を見分けるのかというと叩きます。こんな感じの響くような、響いて返ってくるような。で、果肉が鈍くなると、わかりますか？こんだけ違いが出る。15人の8班に分かれた生徒たちは砂糖を焦がさないように鍋で加熱し、赤や緑色で着色。割り箸を刺したリンゴを砂糖がつきすぎて固くならないように素早くくぐらせました。村本さんは、農家全体で若い担い手が不足している、若い人と一緒に調理できてこちらも刺激をもらったと話しました。中谷海人君は家で農業を手伝っており、農業に関心がある、調理も楽しかったと語りました。市農業振興課では今年度中に出前授業を1回、農業体験を5回実施を予定しています。